どうも、奈良コミのタカです。今回はコミと一緒に大和高田市にあるとあるお店に行きたいと思います。なんといっても前から気になっていたお店で、外観の雰囲気的になかなか足を運びづらかったのですが、今回は勇気を出して入ってみます。お、お店が見えてきました。よし、行くぞ。今回ご紹介させていただくお店は、大和高田市にあるラーメンハウス竹。内観はどこか懐かしい昔ながらの居酒屋さん。カウンターとテーブル席がございます。まずはじめに注文したのはホルモン天ぷら。タカが好きすぎて勝手に頼みました。これめっちゃうまいから、一口サイズで食べやすく、あとはビールがあれば完璧。今日運転か。コミが頼んだのはホルモンラーメン。もう飯ってるやん。これスープの感想は後ほどコミが言うとして、見てこの大量に入ったホルモン、しかも数種類入ってます。最高やん。麺は細麺で、どんな味かめっちゃ気になる。絶対うまいでしょ、こんなん。確定音になってます。タカが頼んだのはテールラーメン。テールラーメンってあんまり聞かないよね。透き通ったスープ、でも食べる前から旨味成分たっぷりなのがよくわかります。分厚く切られたチャーシューも美味しそうだけど、やっぱメインのじっくり煮込まれたであろうこのテール肉が、しかもこちら骨付きなんですよ。麺と一緒にいただいちゃいましょう。感想は後ほど。それではね、ラーメンハウス竹さんの方に行ってきたんですけど、うまかったです。答えてんじゃん。はい、うまかったよ。うまかった。これぞ地元の居酒屋さん。そうやな、みたいな感覚のお店でしたね。まあ外観から普段なかなかこう入ろうとは思わへんねんけど、ちょっと勇気を出して入ってみたらめちゃくちゃ良かったなって思って。そうですね、うまかったっすね、うん、なんか焼肉屋さんっぽかったな。でもメニュー見る感じは。そうですね、焼肉屋さんが出してるラーメン屋さんくらいの勢いかな。まあでもラーメンの種類もめっちゃあったし。そうですね、他のお客さんはね、そのビールとなんかそういう天ぷらとか。そうですね、なんかあてをね、たまにホルモン揚げとか、うん、その多分予約したら焼肉とか鍋もできるって書いてあるやったりして、うん、今回食べたのがコミさんがホルモンラーメンですね。いいね、名前がいいよね。ホルモンラーメンめっちゃうまかったですね、うん、スープ自体はちょっとスタミナ系でピリッとしてる感じでね、うん、ほんでね、そんな味がいいのがね、ホルモンもね3種類くらい入ってるんですよ。言ってはったな。はい、すごかったな。コリコリと島町と千枚やったかな、うん、その3種類が入ってて、でもあれで焼いてから入れてくれてるんですよね。そうそうそう、なんかね、そのね味がねスープに澄んでね、ちょっとねスープ自体もそのホルモンの肉肉しい味っていいんですかね、そういった味がスープに移ってて美味しかったですね。うわ、いいな。僕が食べたのはテールラーメン、はい、でそちらに関しては、まあ、あの映像見てもらったら分かるようにテールの肉がガンと入ってんねんけど、骨付きの肉なんや。おー、骨付いてる。そう、あれ骨付きの肉ってまたなんかちょっと一つ違うさ、うん、コクみたいなのあるやん。骨を噛んでちょっと味が出てくるみたいな、はいはい、まあ、ああいうのも味わえるのが最高やし、スープ自体が牛骨、まあ、テールスープやね。だから深さの中に甘みもあるっていうところですごく美味しかった。だからぜひ皆さんもね、ラーメンいろんな種類あるんで食べてほしいって思うのと、僕らもう一個ね、はい、福の天ぷら、はい、ホルモン天ぷらですね。もうあれも美味しかったよ。ホルモン天ぷらもプリプリして美味しかったですね。噛み応えもあるしな、はい、ビールといきたいって思う一品。そうですね、最高。はい、で駐車場っていう駐車場はないんですけども、ちょっと店の横ね、あの広くなってるところがあるので、まあ、そちらに止めていただければなと、はい、思います。でまあ今回からね、僕たち奈良コミというチャンネルでね、まあ指導しましたけども、はい、ついに来ましたよ。旅コンから変わりました、はい、で見てもらったら分かると思うんやけど、全然ね旅コンと何も変わってないやんけみたいな思うと思うんですけど、はい、変わらないです。そうです、まあ、基本的にはもう変わらないんで、はい、もうねいつも通りの感覚で見てもらえたらと思っておりますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあこちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらのフォローもどしどしお待ちしております。本日のコミの一言、アイアンテールポケモンの技やんけ、はい、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。